どうもこんにちは。こんにちは。奈良ちゃんです。奈良市の吉田桃々です。川上ラブです。よろしくお願いします。そして今回ですね、はい、素敵なゲスト来ていただいております。ちびる松村くんです。はい、ちびる松村です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。僕は何度かお仕事させていただいたことあるんですけど、はい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 、ここ初めてです。初めてですね。そうですね。はい、まあでも、系統ほとんど、ルックス一緒なんで。いや、苦笑いですね。若者を苦笑いさすボケはダメです。いやー、ごめんなさい、40代。ちびるさんって今おいくつなんですか？29ですね。おお、もう30になります。なるほど。数ヶ月で30になります、ね。20代はいいですね。いいですよ。楽しいんじゃないですか、20代。もうでも3ヶ月、4ヶ月ぐらいなんですよね。なるほどね。そうそう、20代何が良かったですか？え？いや、だって、竹馬乗ったりとか。ウケないことで笑っちゃったもん。ね、しばらく見守ってましたけど、そうですね。ごめんなさい、ごめんなさい。なんでそこ聞くんやろ。全然大丈夫。自分でもなんで20代について聞いたんやろ。いや、でも本当になんかでも、はい、未来に溢れてたじゃないですか。いや、まあまあもちろんもちろん。なんか、ね、これあれやろう、これやろうとかいろんなこともあっただろう、はいはい。ただ我々の場合はもう29でしょ、うん、もう あと数ヶ月で30やなっていう段階では、もう絶望しかなかったですよね。はい、そうですね。マジですか。いや、もうその20代で売れなくて、はい、そう。こっから30超えたら、ますます売れへんねやろな、みたいな。あんがね、立ち込めてたんで。若さもなくなってきて、そう、なんか良くない意味でお笑いにもちょっと慣れてしまってそうそう、いや、そうですよ。売れないのに別にライブ出たらちょっとウケるし、ね、そうね、はい、そう、だからやめ時もないしみたいな、そうなんですよ。うわ、ちょっとどうですか、はい、この先この先この先ですか。でもいい未来が来て待ってそう。俺いろいろちびるくんはちょっとお話聞きたいことがあったんで、うん、ちょっとそのもう今から言います、はい、延長戦やりますんで、あ、この後ね、なんで、うん、はい、その時にちょっとちびるくんと深いお話をさせていただこうと思っておりまして、はい、うん、はい、今回は怪談をですね、ちょっとお話しいただきたいんですけども、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。そうですね、先日ノブさんと別の番組にちょっとご一緒させていただいて、はいはい、でそこで僕が怪談を話している動画に女の人の声が入ったみたいな話があったんですけども、これちょっと僕心当たりありまして、これでもまだあるんやと思ったんですけども、はい、これですね、コロナ前だったんで、コロナって19年のはいはいね、始めとかですよね、はい、そうですね、20年か、そうですね、コロナ前に、はい、僕がですね、ちょうど僕グラフィックデザインのお仕事させていただいてるんですけども、はいはい、それのお手伝いでとある撮影に同行させていただきまして、はいはい、それが、はい、まあ、ちょっとホラーチックな撮影だったんですよ。僕階段やってるってこともあってアサインしていただいたんですけども、はい、で、三浦海岸の方に行って、はい、いろんなロケ地でこう撮影して、はい、っていう撮影だったんですけど、最後に神社でお祭りのシーンを撮るみたいなところがありまして、でご神木の前にカメラを置いて、で僕は全然端っこの方でずっとスタンバイして、で僕は確認みたいな感じだったんですけども、そこ僕体調悪くなって、でそのままお家帰らせていただいて、でそしたら39度ぐらいなんで、病院行っても原因分かんない、普通の風邪だねみたいな感じ で1日で治ったんですよ。でそれがそれで終わって、でそこから数日後に別の先輩から、君そういう霊感とかお化けとか怪談とかそういうの好きだったら、とある制作会社のカメラマンの方ですごい幽霊が見える方がいるから、その人と会ってみないみたいな感じで、ちょうどそこら辺新橋のですね、とあるカフェで、お会いさせていただいて、でその方にいろいろ取材とかして、でその方はですね、霊が見えるんですけども、なんか部分的に肥大して見えるって言うんですよ。で例えばそこに例えばある場所に、女性の霊が見えると、ただ顔だけすごいでかいみたいな、それは、まあ、本人も別にお祓いができるとかそういうの理解があるわけではないんですけども、なんかまあそこの思いみたいなところが強く自分には拡大して見えるんじゃないかみたいな独自の解釈をされてして、でもうカメラマンで、映像のカメラマンなんですけど、仕事しててもスタッフに人入ってんじゃねえかって言ってめちゃめちゃ怒るんですけど、うんうんうん、みんなポッカーンとするみたいな、本当に支障が出るぐらい見えると、はい、でその方にですね、横にプロデューサーの方がいらっしゃったんですけども、はい、この2人僕が怪談師って紹介する前にこの2人どっちか霊がついてる方いらっしゃいますかみたいな感じで振って、
ったんですね。そしたら、あ、一人いますと。で、僕の方を指さして、あ、僕かってなって、でみんな、おおってなるわけですよ。階段やってるから。で、女性がついていると。え、女性が今ここにですか、疫病とか、なんか鬼とか何なんですかって言ったら、いや、今ここについてるのではなくて、あなたが今お住まいになってるお家、お家の中にいますと。で、すごい怒ってると。え、怒ってる？怒ってる？で、その人はちょっと考えて、松村さんと。最近その心霊スポットとか、そういうところに悪ふざけみたいな感じで、妖怪だしってまだ言ってないんですけど、はい、悪ふざけとかで行ったりとかちょっと茶化したりってことしましたかって言われます、はい、で全然心当たりないんで、うん、僕心霊スポットそんな行かないんですよ、はい、ないんですけども、いやでも本当ここ数週間の間って言ったらふっと思い出したのは、うん、あ、撮影あったなと思って、はい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 、その心霊的な、はい、でちゃんとあの波除け神社ってところでお祓いもしたんですよ、はいはいはい、したんですけども、したんですけどねって言いながら、あのこうこうこういう撮影があってって言ったら、あ、そこですよっつって、ちょっと体調とかに変化ありませんでしたかって言ったら、うん、あ、そういえばあの39度ぐらいいきなり熱出て一気に上がって下がるみたいなことがありましたみたいな、でその時に着いたと、着いた時の症状であると、それがで今もあなたのお家にいますよってなって、で、でも別にお祓いできないんで、あのそれはもうご自由にみたいな、はいはい、いやいや言うだけ言うだけ、それは仕方ないです、まあまあまあ、ね、もうそれはまあまあ、僕的にはもうありだなと思って、ただまあこれ不思議なことだなと思いつつ、分かりやすい霊体験みたいなしたことなかったんで、はい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 、自分の家にお化けいるっていうのはこれ怪談師として箔がつくなと思って、なかなかですね、いやすごいですね、でお昼ご飯終わってまたお仕事を戻らせていただいて、はい、でその時にですね、あの同僚とあのその日はですね夜ご飯をこう食べて、はいはい、でもそのことなんか忘れてて、はい、でお家帰ったんですね、でお家帰ったらあのまあ玄関鍵かかってさって、はい、鍵いたら鍵ないんですよ、あれと思って、うん、鍵ねえぞってなって、で、あ、これどっかに置いてきたのかなと思って、まず、その同僚と食事に行った居酒屋に連絡したんですよ、なるほど、じゃすぐ出ていただいて、はいはい、ね、そんな忘れ物はないですか、うん、今ちょっと探したんですけどなかったですね、はい、これもう終わったなと思って、はい、で、あとは、まあ、会社、はい、あと喫茶店行ったし、はいはいはい、とかいろいろあるけども今絶対営業してないし会社も入れないんで、はい、でさっき飲んだ同僚に事情説明して一回止めてもらったんですよ、はい、で次の日の朝早めに、戻って、で管理人に連絡言ったんですね、そしたら、はい、管理会社に連絡したんです先に、はい、そしたら管理人にここに住んでることを証明する身分証明書みたいなのを見せて、はい、でそれで、証明したらマスターキーみたいなの開けてくれるような感じだったんで、はい、管理人に、言って、まあ、免許証とか見せて、はい、で私はここに住んでいますって分かりましたよって、はい、管理人さんがガチャって開けて中入れてもらえたんですよ、はい、でよかったよかったと思って、で鍵どうしようかなと思いながら家の中入ったらテーブルの上に鍵置いてあったんですよ、あ、だから普通に鍵忘れたんですよね、ああ、なんだ鍵忘れたんだと思ったんですけど、別にオートロックじゃないんですよ、なるほど、だから鍵中にあって鍵忘れたってことは僕出るとき鍵閉めてないんですよ、ってことです、はい、なのに、はい、お家帰ったとき鍵閉まってたんですよ、で、あ、これってやってバーっていろいろつながって、あなたの家に怒っている女性がいます、うん、これめっちゃ怒ってるから鍵閉めて閉め出したやんと思って、めちゃくちゃ怖くなって、めっちゃ怖くなって、めっちゃ怖ってやって、わーってやってたんですけども、換気扇、まあ、ちょっと今思い出してみると、で僕はこれは怪談師なんで、絶対にこれは全てお化けの仕業ですって言っては、はい、面白くなくなるじゃないですか。はいはい、まあまあ一つ、可能性を探るとしたら換気扇がついてると気圧でドア開きづらくなるんですよ、はいはい、だからそれで鍵閉まってるって認識したのかなと、ただガチャガチャしたような気がするんですよね、はいはい、だから鍵は閉まってたと思うんですよみたいなことがあって、であと最後にですね、これ自分で発言しても、はい、自分で発言して自分でびっくりするみたいなこともあると思うんですけど、なんか僕その後こう家の中なんとなく気になって、うん、こうくまなく探して、はいはいはい、でなぜかベッドの下を覗いた時に口からこんにちはって言ったんですよ、なんで自分でこんにちはって言って、ってやってなんでこんにちはって言って、ベッドの下一番やめてほしい場所じゃないですか、嫌だ嫌だってなったんですけども、その後特に、まあ、分かりやすい霊体験ではなくて、まあ、ハンガーが浴室乾燥のところのハンガーが勝手に落ちるとか、はいはいはい、なんか
物音がするとかそういうことはあるんですけど、まあでも目の前に現れてとか声で僕に話しかけてとかしなかったです、うん、ただあのちょうどそこから数週間ぐらい来た時によろずきさんという怪談師の方と一緒に僕のお家で配信した時に、はい、めちゃくちゃ女性の声が入るって話をしてて、でうわこれちょっと心当たりあるぞって、はい、こうでっていう話をしたんです、はい、でそこからあの、ね、1年か2年かぐらい、まあ、あの毎回じゃないんですけどたまに僕が喋ってる時に女性の声が入るって言ってて、はい、そこからコロナ入ってで僕リモートワークでほぼお家にいたんですけど、はいはいはい、別に何もなくてで女性の声のことなんか忘れてたんですけども、はいはいはい、あの先日のぶさんとご一緒させていただいた配信、はい、番組で僕が階段喋ってる時に女性の声がしたって言った、まだいらっしゃるほんまやうわ現状、今もね、まだいるって家にいる状態。というお話。なるほど。ありがとう。ありがとうございます。じゃあ、ハニートラップの梅木がしばらく配信中に、うん、女の声が入るみたいなのが頻繁にあって、はいはい、やっぱ梅木ちょっとおかしかったっすもんね。うん、その時、一時期ね。かだからこのタッチ力ちょっとね、変になってくるんだよ。ちょっとずつ変わっていくんですよ。なんかね、昔こんなキャラクターだったかなとか多分思うよ、ね。誘いづらくなって。誘いづらくなる。あんま露出が少なくなる。ちょっと梅木と同じぐらいハゲてほしいな。やめろよ、ハゲてほしいなは。あれもそれが原因だ。あれも霊障だ、霊障だ、あれはね。ということで、今、現在進行形の、うん、お話をいただきまして、はい、でちょっとですね、ちびろくん延長戦ということで、はい、不思議ミステリークラブもこのね、チャンネルの方でいろいろちょっとお話いただきつつ、はい、回答もいただけたらと思っております、はい、ということで今回のゲストはちびる松村くんでした。どうもありがとうございました、はい、ありがとうございました。